カップ戦の開始は間もなくです。すべてのチームが上位進出を狙ってくるでしょう。フィンク、これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。決まるか。止める。止めます。コーナーとなります。フッキー、キーパーボールをしっかりキャッチ。フッキー、綺麗なタックルです。スローインで試合が再開となります。これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。堀池さん、ブンデスリーグ一試合での最高入場者数はここオリンピアスタジオンで69年に記録された8万8075人です。ヘルタベルリンが 1FC ケルンを1対0で下した試合ですね。収容人数大幅に超えていますから、すごい盛り上がったんじゃないでしょうかね。さあどうだ。振り抜いた。このボールキャッチします。岡崎慎司、決まるか。フィンク、このシュートを弾いた。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。ここはうまくボールを取りました。ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。このボールは重要です。これはもったいない。ボールを失いました。本田、危険な位置です。緊張感が増してきます。フッキー、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ボールを中盤で奪いました。チャンスと見たのか、思い切ったシュートでしたね。堀池さん、ええ、遠くから打ってきましたが枠に行ってませんね。もう一度セーブをご覧ください。いいシュートだったんですが、ゴールキーパーの反応が素晴らしかったですね。ファインセーブですよ。相手に渡ります。岡崎慎司、フィンク、カ、ピルロ、厳しい寄せを見せます。上がった。フッキー、押し込めるか。打ってきた。ゴールが決まった。シュートはもちろん、それまでの流れが美しかったですね。そうですね、完全に崩してのゴールでしたよ。
余裕まで感じましたからね。見事です。素晴らしい過程と結果でしたね。ここで打つ。シュートはブロックされました。フィールドの中盤でボールを奪いました。チャンスになりそう。シュート、今のが決まれば同点でした。これはもったいない。いいですね。味方のサポートも来る。ここは簡単にボールを渡してしまった。ピンク、クロス来た。キーパーの届く位置でした。レフリーの笛が鳴って前半終了。後半の45分始まります。競り合いになりました。ファールです。主審の判断はどうでしょう。コーナーです。クッキー、中はどうだ。ピルロ、ここでラインを割ってゴールキックに変わります。均衡が破れました。これで1点リード。ではリプレイをどうぞ。これはどうなりますか。
横に振ります。形は良かったですね。あとはフィニッシュの精度だけといったところでしょう。いい形でゴール前まで持ってきました。これは狙っていった。止める、止めます。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。岡崎慎司、本田圭佑、パスがよく走っています。この判定は PK です。 PK となりました。 PK です。文句なしの PK です。しかしラッキーなことに退場にはなりませんでした。本当にラッキーですよ。ゴールが決まりました。危なげなかったですよね。これは落ち着いた PK でした。キッカーにはプレッシャーがかかる場面でしたが、彼は見事に決めてみせました。攻守の切り替えが大事です。プッキー、もったいない形でボールを渡してしまいました。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。カーッ、絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出てしまいますよね。コーナーキックで続きます。再度やり直しです。主審の判定は PK。 迷うことなく PK を指示しました。計測しました。カードがないのはラッキーだと思った方がいいかもしれませんね。これは大きいですよ。いいタックルだ。ボールをキープしました。綺麗なタックルです。ファールです。このプレーはどうでしょう。横へ展開、ボールが中盤でカットされました。カ、ボールを中盤で奪いました。